はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザードビレッジ第10回目、村にある赤い煙突のある家を目指すということなんですけれども、方向的にはどの家だ、多分この家か、この家なんだけど、なんかいろいろ障害物とかがあって行けない。どうやって行けばいいのかわかんないんで、とりあえず行けそうなところを行ってみますか。ここは鉄格子の鍵だったよね。開けて、なんかある？なんだこれ？鶏がいるんだけど。いた。ちょっと待って、先に箱開けよう。ショットガン。鶏、多分鶏倒すとね、卵とかくれるっぽいよね。かわいそうだな。でもやってみるか。まあ、鶏殺しちゃって、なんかゼルダみたいに復讐されるとかはないと思うんで。あ、鳥の生肉か。いや、かわいそうだけどやるか。すまん、生きるダメだ。ちょっとむずい。拳銃一発使うか。申し訳ない。ギャー、素早い。あ、なんかある。ハーブ、そりゃ逃げ回るよね。ちょっとマジで、人が生きるため。あ、こんなとこにあった。これはナイフでいこう。当たらん、しゃがもう。はい。で、ここ自体何があんの？特になんか、なんか鶏に罰がついちゃったんだけど、まあ、倒したよっていうあれか。これなんだ？向こう側から正常。これ向こう側とかあんの？超謎なんだけど。でもここじゃなさそうだね。じゃあ、あとは、こっち側から回っていけるかって言われたら、なんかいけなそうだよな。ここも封鎖されてるし、あとは、ライカンが出てくるか。こっち側とか、鶏がいる。ファイア。すまん。当たんねえ。肉、肉。こっちはいけないか。こっち側からいけないとなると、あとやっぱりここか。開いたところから行くのかな。ちょっとこっちがさすがにもうルイザの家とかは意味ないと思うんで、もう一回戻ってみよう。広場に、広場っていうか、これで人が死んでんな、めちゃくちゃ。まあ開いたから、でもこことしか言いようがないよね。こうでしょ。これマジなんなの。豚が死んでる。この中だって特にないし、あそこなんか印がついてる。あ、ここ開けられんのか。あ、なるほど、それでこっちへ行けるってことね。近い、くっそー、ガード、できなかった。いいね、この野郎。避けるかんな。よし、クリティカルヒットっぽい。840円。さっととっさにいけ。めっちゃ血がついてる。こいつは大丈夫か。これなんだ、何かで動かせそう。いや、無理だな。さすがにそういった類のものは持ってない。
これ何？錠前か。あ、でもこっち、あ、いけないか。いけなくなってんね。村のあれがまだよくわかんないかな。あ、でこっちさっきの裏側なんだけど、これはもう扉を開けるとかそういう話じゃなさそう。あ、ドントエンターね。行ってみる？もうショットガン切り替える。加工場470円。でも加工場になんか会議とかありそうだよね、さっきのトラクターみたいな。もう一気にで入った瞬間がね、やっぱちょっと暗くて、少し時間が経たないと明るく見えないっていうところが。けなんだこれ、さすがにわからんわ。これは、え、ロックアウト、窓の外を見ろ。いや意味がわからん。くそ、めちゃくちゃ罠なんだけど。てめえ許さん、切り刻む。これはスクラップで、まあ、確かにあったね。07 07 04、あ、こうか。これ070408で桁数合ってるかな。070408。オッケー。おし、あれ拳銃手に入れたんだけど。これは、お、ジャッキグリップ。ジャッキのグリップだけ。弾としてはちょっと7発補充されたな。ジャッキグリップを少し見てみるか。ジャッキを操作するに必要なグリップ、これだけでいいのかな、機能するのかな。でハンドガンをどうしようか。フルオートハンドガン、こっちになった今。まあ、せっかくだからこれを使っていってみますか。ショートカットの上にして、でナイフはまあ左にしておこう。こっちの方が戦闘用っぽいよね。あ、ここに8って書いてあるじゃん。あ、これはこれで終わりか。じゃあ、あと押し込みで変わるのはね、もう解除しちゃった重たいから。また音がすんな、いっぱいいるな。なるほど、待て、すっげえいっぱいいる。ドントエンター、これはもうやるしかない。来い貴様ら、まとめて一網打尽だ。頭を狙う、ほら。金金金金、とにかく金だ。消え去れ、だいぶ使ってしまった。ちょっともうハンドガンじゃ対処できねえよ。タイマンだったらねなんとかなるけど。でこれ多分逆から入んなきゃいけないから、これジャッキで上げられるのかな。何か道具が必要だ。え、ちょっと待って、単純にこれだけじゃダメなの。ジャッキグリップじゃ別に、こんなのただの棒だしね。ここにあ、いやこれ違うな、ここじゃなくてあれだけに使うのかな。さっきのトラクターみたいな。これだけ
ジャッキグリック。あ、これだけっぽいな。え？で？人入れるとか？そんなわけないよね。は？人入れるわ。マジかよ。やめてくれ。なんなんだ。いや、意味がわからん。どうなったんだ。すぐスナイパーライフルにしちゃうな。で、こっちに来て、こっちが最初に来たところか。一番最初村に入ってきた時、ここから来て、キーピックはもうないんだよね。使い切っちゃったはず。これはだって手榴弾でしょ。そろそろ次のアタッシュケースも欲しい気がするけど。ん？やつか。早いな。下がりながら行くから。ここはハンドワンで乗っていけえな。行ったか。バシャーってなったらもう死んだってことか。弾がね。やっぱこれちょっと撃ちやすい気がする。次ハンドガンっぽいよね。ああ、でここか。なるほど、待ち構えてんな。いや、どんくらいいんのかよ。ほら、ダブル消えろ。スナイパーライフル一発で撃ち落とせればいいんだけどね。ちょっとさっきの敵一体屋根の上で殺しちゃったからさ、アイテムが取れねえ。ああれ、拾えたなんか死んねえけどやったぜ。おばあさん、ちげえ。頭をガードしてんな。ってことは、ちょっと待って。つえ。お、あ、頭なくなった。撃ち抜く。ケツを撃ち抜く。ちょっと待って、もう一発しかないんだけど。結局もショットガンと大して威力が変わんねえかんね。死んだ。よーし、頭骨の完全結晶。いや、いいけどさ、もう弾ねえんだけど待って、これがね、まだ10発ある。これをショートカットの上につけとこう。いやー、弾使いすぎたわ。いや、でもかといってさ、ナイフでどうにかなるもんじゃないしね。開けよう。鉄格子で、こっちは住民行方不明につけ閉鎖。あーけっけどさ、いけっけどどうするよ。いや、アイテムを探すために行くか。俺は今弾がない。これは長期不在のため鍵を預かっております。あ、鍵が必要なのか。なるほど、バイオリンの鍵ね。これトイレっぽい。トイレからいきなりバーンって出てくるのかな。ちょっと怖いな。キーピック、よし。かといってキーピック地帯にはまだ戻りたくねえな。今のうちに戻っておくってのもありか。ただよし、ハンドガン。ハンドガンだったらさ、こっちに込めたいよね。どっちが強いんだろう。
旦装備して、いや待って待って、これ7発しかないから、やっぱこっち使ってリュウ君のところで補充しよう、弾を改造して、それまでこれでなんとか乗り切ろう。だってまあ作れるっちゃ作れるからね。ん？待って待って待って、こっち来て箱があって、ああ結局でも鍵を持ってないからいけないってことか。これ椅子みたいな、何関係ないか。で結局この鉄格子の部屋に行かなきゃダメかな。これはなんだ、え、釜？特に開けられるとかそういうことはなさそう。でここ一番最初入った家だっけ、もうぐちゃぐちゃに潰されちゃってんな。で登れるは登れる、てか登るしかない。300円、ん、これは井戸のハンドル、井戸のハンドル、あ、それで井戸をやるの。アイテムはもうない。これ手に入れてさ戻るべきかどうかなんだよね結局。井戸は結構あるけど、まあいいや、進んじゃおう。進んで詰まったら戻ろう。で屋根伝いに行って、やつら結構屋根の上とかにいたりするかな。これなんだスクラップ、あそこに行きたいから、あ、鶏か。こっちはいけない、こっちもいけないよね。じゃあ降りよう。おびっくりした、ちょっと鶏生かしとこう、かわいそうになってきた。でここ多分開けられる、よし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 、いいねいいねいいね、通じた。じゃあこの井戸いけんじゃん。井戸ハンドル、さあ何が上がってくる、敵が上がってきた、最悪だよね。木彫り頭、おいいね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 、いいね。であとどこにあったっけ井戸、あここにあるのか、あとこっちにも井戸がある。これはまあまたちょっと行った時でいいかな、まあ、必須アイテムでは多分ないと思うんで、さすがに。とりあえずどっちから入る、ガンパウダー、ニワトリは生かされてんだ、やつらも飯食わなきゃいけないのかな。結晶の塊で上行こう。で煙突、これなんだ、なんでこんなホースが伸びてんの。ショットガンはまあちょっと増えたか、よし入ろう。スナイパーライフ一発もね、そういえば消えろ、何しまった、マジかよ、強い。こっち何食ってたの、え、超謎、なんか食ってたよね。でハンドガン、からのこれは、え、なんだこれは、鍵、装翼の鍵は3つの部品で真の姿を取り戻す、あ、なるほど、装翼の鍵にくっつけていくんだ。いや待って待って待って、装翼の鍵と部品を組み合わせた、何のなんか持ってた俺。戻るか、デュークのとこへ。え俺何持ってた、
でも持たないアイテムはないみたいだから、鍵外してニワトリちゃーん、まあいいや、さささっと戻ろう。どちら、こっちか。おお、デューク、我が心の友よ。どうです、何か分かりましたか。羽を見つけた、この金細工でどうローズを助ける。まあ落ち着いて、まずその鍵を使ってローズ様の瓶を集めねばなりません。残りはどこにある。瓶は全部で4つ、残りの3つは各貴族が持っています。貴族、この村を統治している冷酷な教祖ミランダのもとには4人の貴族が仕えています。一人はあなたが倒したドミトレスク夫人、2人目は村の奥深く霧の谷に住む人形使いのドナ、彼女の屋敷に入った者は二度と帰っては来られません。それドミトレスク城でも言われたよね、命がないって。そして3人目は風車を抜けた先の湖に住む怪人モロー、その湖には他にも恐ろしい怪物が住むといいます。最後にして最も危険なのがハイゼンベルク教、人里離れた工場に潜んでいます。噂によると彼の工場には想像を絶する恐怖が待ち構えているのだとか。え、なんかいっぱい、なんかいっぱい宝箱が表示されたんだけど、火薬兵器は何、水車小屋の火薬兵器、マエストロの収集品、ドミトレスク倒した、人形使いドーナ、順番あんのかな。あ、そっか、でも鍵今1個しかないもんね。娘さんを助けたければ、まずは4つの瓶を集めることです。今回だけは特別にそれぞれの場所を地図に記しておきました。また村には貴重な品が眠っています。どれもきっとあなたのお役に立つはずです。なぜここまで。いや、あくまで顧客サービスの一環ですので、お気になさらず、今後ともどうぞごひいきに。俺、こいつこんなことしててさ、大丈夫なのかね、なんでイーサン助けてるんだみたいな。こちらでかなりビップ待遇だよね。ああ、そうだ、あなた、いい食材が見つかればぜひお持ちください。魚の香草焼き、食材は動物とかを倒すと入手できるって書いてあるね。必要数3-2、あ、これいける。スタミナ盛り、いや鳥やっぱ倒しとかなきゃダメか。獣の生肉、魚、鳥、獣、食べれば体力がつきそうだ。お、いいね、体が頑丈になりそうだ。え、ちょっと待って待って待って、報酬、体力の上限がわずかに上昇する永続効果。え、そういうこと。ガード時に受けるダメージ減少、体力上昇、上限大きく上昇、移動速度のスピード、今のところこれだけか。これちょっとやっとこう。じゃあ3個いけるよね。その調子ですぞ、待ちかねましたよ、はい、では少し失礼。調理中、こいつが調理すんのか。お待たせしました、あなたの分も。普通にうまそうだな。もうこれ食ったってことか。あれ今食ってたってことか。悪くはありません。なるほど、じゃあやっぱり積極的に倒していかなきゃダメか。まあ、結晶の塊とかちょっと組み合わせられるものだけないかを次の食材を待って見ておこう。換金アイテム、換金アイテム、広角換金、広角換金で、これ組み合わせだからちょっと取っとくか。木彫りは取っとこうしていますので、見るだけでしたらご自由にどうぞ。よし、じゃあちょっとまず売るもん売ろう。1個結晶いっぱいあんな。7個、
で、これも売っちゃおう。安全図がいいで、ドミトレスクも売ろう。44,300とか。おお、ドミトレスク。すっげえ金一気に溜まったんだけど。買おう。アタッシュケース買おう。持てないっていうのが最悪だからね、うん。そういう状況になっちゃったら。で、いやでもやっぱ高えのは高えな。2万すんのか。だって、買ってさらに改造しなきゃいけないわけでしょ。こっちのハンドガン。これか、新しいの。160あんじゃん。強い強い強い。で、170になるから。え、ハンドガンじゃあ売っちゃっていいかな、これもう。130、140、150までしか伸びないでしょ。で、多分右側にあるところまで伸びるから、3、4、5、一応160までは伸びるのか。とはいえだな。130.45、0.27、2.9。装填速度が少し遅いのか、あと相談数が少ないのか。でもまあ相談数はね、別にって感じだからね。やっぱ見た目こっちの方が普通に強そうだし。ハンドガンだって2つ持ってる意味ないっしょ。ね、武器圧迫されるわけだからね。ちょっと、装填数だけ上げとこう。6000円。おや。あ、いえ、何もできました。で、スナイパーライフルはもう完全だな。またちょっとパーツとかがないと無理か。物資の確保は何よりも重要ですよ。パーツ買って間違いありません。スナイパーライフル手ぶれ、スコープの倍率、あ、これいいな。これにしよう。ああ、あ、で今すぐ装着できるんだ。 OK。 でちょっと待ってね、見たいのが、またお会いしましょう。あれ、相談数増やさないと弾が増えないのか。もちろんです。スナイパーライフル、あ、もう相談数増やしちゃってるから無理だ、改造できん。じゃあ相談数これやってチューナップして、結局金がめちゃくちゃ減ったな。今後もよし、7-8で、じゃあこの10発、いや、どうする、ハンドガン。だいぶでも広くはなったよね。広くなったけど、やっぱハンドガンそれなりに圧迫してくるからな。いらないっしょ。売ろう。これはね、売る。今回は何を求める？弾が入ってるけど、それも引き取ってくれんのかな。ちゃんと13,500円。13150。どれだっけ、手に入れたの。あ、これだよね。28000。全然さ違うじゃん。じゃあ売っちゃおう。はい、武器は買い戻せますのでご安心を。そうなんだ。じゃあいいじゃん。どこで買い戻せんの。あ、あったあったあった。半値くらいか、売ったのは。で、そうすると弾はどう。5000円。今回はね、ありがとうございます。スナイパーライフルの弾も買おう。5000円。ハンドガンの弾も買っとこう。2250円。面白い選択です。しょうがねえだろ。銃のカスタムも受けたまります。今後もごひいきに。で、じゃあそうすると新しく行くところが私欲の鍵で手に入れたこっち側なんだけど、井戸ちょっとあさるか。あ、宝とかだってルイザの遺品こっちに井戸もあるしね。ここ行けたんだっけ。水車小屋の火薬兵器、マエストロの収集品、ちょっとこれ見たいんで少し村を探索します。敵出んのかな。まあまずはちょっと高速で移動して、ここの井戸だな、目指すは。いや待て、マエストロの収集品ちょっと突然出てきたからね。行って、あれ、こっちじゃねえ、こっち、どこだ。え、どっから行けばいい。すまん、ちょっと待って、装備してねえし、マジで申し訳ない。死んでもらう。肉のために、食材の、俺が生きる糧になる。体力はちょっと上がったみたいだからね。鶏3匹もいる。
そめちゃくちゃ使った。すまん、マジですまん。で、上から来たから結局こっちからじゃ無理だ。出よう。で、こっちからしか行けないんだよね。じゃあじゃあやっぱ井戸だな。ちょっと井戸にしよう。やつら復活してないよな。で、ここに井戸があるんで、まあ最悪教会に逃げ込めばなんとでもなる。井戸ハンドル。何なんだこれ。あ、首飾りね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ次こっちの方行って、井戸とこれをちょっと回収していきましょう。いるか。オッケー。なんかあっちデーモンが飛んでんな。まあここも突っ切る。デーモンか。知らん。逃げるぞ俺は。あ、豚がいる。しぶとい。マジですまん。超使ったんだけどハンドガンの弾。上質に行く。ハンドル。こいつらマジでうぜえかんな。ただし結構金を持ってるから。ほら。ハンドガンだけじゃなくショットガンで発送することになった。金1000円近く持って。おお、なんか宝くれた。で、結局ちょっと待って、手榴弾3つか。まあ悪くないっちゃ悪くないのかな。で、ここ自体はもう何もないからまだ来るか。近くに来た時貴様の最後だ。さて、ガードしとこう。どこ行った？ガード性能がついてるわけじゃないからね。ほら白カトンボ。おっしゃ、切り刻むぜ。逃がしたか。よし、落とした。ほらほら、もうちょっとナイフの連射速度速くしたいな。ゲーなんかでか。あ、ある。これか、ルイザの首飾りいただいていく。なんかあるよ、ハンドガン弾。もうめっちゃあんじゃん。炸裂弾。ちょっと待って、グレネードランチャー持ってないんだけど。中に入れないでしょ。だってさすがに中には入れないからね。もう焼けちゃってるから。あ、ここはマグナムの弾。ちょっと待って、すげえ弾の宝庫だな。弾の宝庫ではあるんだけど、いかんせん生かしきれない。こん中はもうさすがにないか。いや、まあ来てよかったっちゃ来てよかった。アイテムボックスっていうシステムがないからね、今回。自分で持ってなきゃいけないから。じゃあマエストロの収集品とかも、宝か。まあちょっと、どうやって行けばいいんだ？ここにどうやって行ったっけ？こう来て、だからここからこう来て、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 で、こう来て、こうか。戻ろう。あれ、なんか、ここなんだっけ。なんかすげえいっぱい入ってまんだけど。ビ
ビナイト、ビビアナイト、なんだこれ、クマのぬいぐるみ、超謎。640円、まだあんな。ガンパウダー、いやめっちゃ宝庫なんだけど。薬液、よし、オッケー。で、あれどっちから行ったっけ、ここか。で、こう来て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 、で、こう来て、下行って、で、進んで、キーピック取れそうだな。まあいいや。でこう来て、もう敵を多分一掃してあるよね。でこっちか、入って、あ、入って結局この中にあるってことか。なるほど。ちょっと待ってね、誰が持ってるって言ってた。ベネビント家、庭師ヨーゼス・シモン、全然わからんわ。あー、じゃあここは取れねえわ、せっかく来たけど。なるほど。じゃあまあ今のところ取れそうなところは、あと井戸がここにあんな。あー、キーピックやっぱ行くか。ガチャ、で、こっちじゃなくて、こっちから来たのか。で、こう行って、こう行って、こうね。何がってなったけど。そんな感じ。まあ、井戸は井戸でね、いいのがありそうなんで。さらに奥か。最初のところ。あ、木箱あるじゃん。いかんせん弾不足になってきたかな、ショットガン、まあ、2発でもかなりでかい。で、ちょっと待って、ん、音がするんだけど。しかもキーピックどこ？ここか？使おう。どこだ？あった。スナイパーライフ7発。めちゃくちゃでかい。で、あれ？なんかいる。動物。あ、動物の声。どこにいるの？謎だ。井戸裏手か。ん？こっちから入って。なんだかいた。よっしゃ、いった。もし攻撃されたんだけど。お前ナイフで倒す。さすがに。ケツをつく、ケツをついてついてつきまくる。いや、弱っ。獣の生肉。アイテムはなし。鍵外して、で、糸ハンドル。キーピック。で、これどこだ？ん？特に何でもないか。
で、こっち来て、ドントエンターのとこに来たな。加工場。あー、こん中まだ、アイテムがあんのか。どこだ？上？ここだよね。今入ってんの。いや、全然わからん。これとか撃ち落とせんのかな。これリュウって装備してねえや。ハンドガン。どうだ。おお、ショットガンの弾。あ、よし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 。で、こう来てこう来て。で、マエストロ取れないから、じゃあ戻るか。というわけで、じゃあ次はまたデュークのところから始めて、この私欲の鍵かな使って、奥に行くところから始めていきたいと思います。そんなわけで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。